りたいんで僕も走れたら走ります。マジで点取りました。はい、青木貴馬です。今回はですね、千葉県、茂原市にあります茂原ツインサーキットに来てます。今回はその4時間耐久に来て、こんなに台数が一番多いんじゃないかっていう、茂原史上一番多い開催となります。今回はですね、女性ライダーの方もたくさん参加をしてくださっています。その女性ライダー、注目すべきライダーがいまして、27番の水木選手、なんと連隊初参加、人生初レースということもありますし、なんと自身でもですね H2 を見て、すごい女子を見つけましたので、後でインタビュー行きたいなと思っておりますし、ちょっと注目していきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。それではレッツゴー。今日はゼッケン26番になんと中野真也率いるモトライズチームが出てるということなので、ちょっと行ってみましょう。ゼッケン25番は早稲田レーシング、こちらもね人生初レースとなっております。深夜ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。今日はどういうチーム？今日は初レースのバイク女子の方が来てますので。バイク女子、はい、お楽しみです。バイク女子、バイク女子、綺麗どころが綺麗どころが来てるわけね。そうなんです。どう、大丈夫、面白い？いや、もう緊張で頭がまだルールでいっぱいです。頭の中が、はい、頑張ってね。頑張ります。頑張ってね。頑張ります。感想、はい、感想ね、感想目標で、とりあえず感想目標で。でもちょっと走りたいんで、僕も走れたら走ります。マジで走っちゃう、面白い。頑張ってね。さあ、今日曜日が振り下ろされてスタートとなりました。今回注目ライダー、ゼッケン27番、はい、水木選手です。なんか H2
数乗ってるって聞いたんだけど。乗ってます。すごくない？いや全然で連帯初参加。初参加です。おお、どうしてこれに声を寄せたんですか？もともとサーキットはすごい走ってみたくて、で、ちょっと今回声かけてくださった方がいて来ました。なるほどね。じゃあ今日はですね、転ばないように、はい、ぜひ行ってください。ありがとうございます。はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ今度ですね、注目してるチーム31番なんですけども、はるか選手。大丈夫ですか？はい、こんにちは。今日は連帯何回目ですか？人生2回目、連帯2回目。今日はどうですか、このまま出した。前回は転んじゃったので、今回は転ばないようにしていきたいと思います。気をつけてね、楽しんでてね。はい、はい、じゃあ頑張ってください。頑張ります。
止まりください。お疲れ様です。お疲れ様です。まず第一に私もすごい楽しかったです。本当に初めてのレースだったので、一周一周走るごとに自分でできてない部分を一個ずつなんか課題としてクリアしていけたみたいなのがあったりするのがすごい楽しかったです。グローブ5クラス優勝しましたゼッケン5番 GGRR の皆さんです。おめでとうございます。では一人ずつ自己紹介をチーム GGR WR の宮越勝です。で同じく小川正久です。同じく佐藤俊です。はい、同じく斉藤正義です。泳ぐ方はどういったお仲間ですか？同級生1級上で、1級上、斉藤さんの会社の後輩。後輩ずいぶんちょっとお若く見えますけども。親子ぐらいです。どうですか？ナンパしてきました？どういう風にこの若手にお声をかけたんですか？このじいさんたちじゃ集会が回れないんで、オートバイ乗ってるっていう理由だとです。はい。そうですか。今日はどんなことを4人で考えてレースに臨まれました？今日はですね、一応ちょっと
前半作戦出てたんですけど、はい、早めに第一ライダー交代して、はい、ピット回数を早めにこなそう、あとはちょっと怪我の巧妙的な、はい、ちょっと一回転倒しちゃって、で、ね、ハンデいただいて、はい、ちょっとある意味怪我の巧妙でラッキーだった。連帯皆さん何回目のご参加になりますか？90分に初めて1回出て、はい、4時間は今回3回目です。また次も参加してくださいますか？総監督どうですか？もう来年は冷やかしに来るだけで参戦はしないです。体力的にじゃあ若手に頑張ってもらいましょうか。じゃあ総監督は総監督として、じゃあお三方で頑張っていただくということでね。はい、じゃあその次回への意気込みを最後に一人ずつお願いいたします。次回も表彰台目指して頑張ります。頑張ります。そして今日は楽しかったです。あのスタッフの皆さんありがとうございました。総監督、はい、次回は応援に回りますんでよろしくお願いします。はい、グルーム5クラス優勝しました。ゼッケン5番 GGEWR でしたね。ごめんなさいに間違ってました。 WR GGEWR の皆さんおめでとうございました。グルーム4クラス優勝しましたゼッケン25番のチームマヨカの皆さんです。お疲れ様でした。ではお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。チーム前岡の代表の山岸と申します。チーム前岡代表同級生、小石川です。チーム前岡代表の同級生、佐藤です。何の同級生でいらっしゃいますか？中学校のから、まあ、オートバイ好きの仲間で結成した、結構年齢いってるんですけど、こういう楽しい場があるってことを知ったので、まあ、参加させていただいて。あ、何年ぐらいのお付き合いですか？もう40年ぐらいかな。すごいですね、40年、はい、ずっと同じ地元で皆さんいらっしゃる？地元は離れてるところはちょっと離れたりはしちゃってますけども、今でも飲み行ったり、仲間でですね、いいです。すごい、その40年仲良くいる秘訣っていうのは何なんですか？同じが少ないんで、いつ付き合ってくれるっていうか、会ってくれる。でも皆さん、じゃあ同じタイミングでバイクには乗られたんですか？そうですね、やっぱり高校生から免許を取って、まあ、オートバイで、まあ、ちょっと走りにしようみたいな、ずっとオートバイ好きの仲間っていう。連帯は今回は何回目のご参加ですか？3年目でようやく目標の優勝ができる、できたので。また連帯にも出てくれますか？もちろんです。はい、はい、連帯の感想を一人ずついただきましょう。お願いします。楽しく参加させていただいて、今後もよろしくお願いします。天気もよく気持ちよく走れました。ありがとうございます。3年連続晴れ続きで楽しく遊ばせてもらいました。ありがとうございます。またねお待ちしたいと思います。グラム4クラス優勝しました鉄拳25番チーム前岡の皆さんでした。おめでとうございました。